皆さんこんにちは。AK 戦車のよしです。本日も戦車道具の使用と紹介を行っていきたいと思いますが、その前に一動画一問一答をやります。本日は何が出るでしょうか。ちょっと手前、今の1個目選んだらよかった。こっちでしょ。なんか嫌な予感がしたけど。前回ね、武勇伝とかわけわからんの引いたから。ちょっと今回は。うわやっぱりな、これ来てたーちょっと変えへん、はい、これ変えさせてください。そうなんです。ちょっとこれ多分もう2台えぐいのを引いたんやと思います。プロ力士教えて。はい。うわーもう最悪や。この黒いところ皆さん大好きですからね。最悪や。黒歴史。うわーえぐいの出たな。黒歴史は数年前ですけど、結婚を前提にお付き合いしていた彼女がいまして、でもう本当に結婚、ご両親にもあって結婚かなってなった時に、家の前まで送っていったら、別の彼氏がいて、さらに別の彼氏もいて、三股をされていたということがありました。これが黒歴史です。はいということで本日は、こんな気分ではありますが、リンレイさんの水垢スポットクリーナーで、黒歴史も一緒に落としたいと思います。ではやっていきます。ブルーな気持ちです。ということで早速やっていきましょう。まずは、ちょっとルーフでやるんですけど、前回のシュアラスターさんの時も一緒だったんですけど、ここではちょっと大まかな使い方だけをやらせていただきます。一応ね、水垢はあるのはあるんですけど、ちょっとあんまり綺麗に映らないんで、ここで大まかにどうやって使うかだけを試して、で場所を変えて水垢を落とすってことをやります。なのでまずはちょっと簡単に使うっていうことをやってみたいと思います。で使い方はまず水洗いしてから使用するってことで、ここも水洗いとシャンプーも使って洗いました。でノズルをオンにして柔らかいタオル等に液を取って使うってことで、今回はこういう両面マイクロファイバーのスポンジなんですけど、これは、ビワホームさんに置いてる、マイクロファイバースポンジ。これ結構使いやすくて、こういうのを塗る時に便利なので僕はいつも使ってます。結構ご存知の方多いと思うんですけど、このクリーナーなんか使うのが何て言うの、ちょっと注意事項が多いので、まあ、気をつけて使っていただくことだけはお願いします。まあ、注意事項とかもちょっとテロップとかで出しながら、やらせていただきますが、まずはここに使うってことなんですけど、直接スプレーはしないようにこのスポンジに取って使うってことなんで、軽く。どうしようかな。ちょっと4プッシュぐらいしました。でこれでそのまま塗っていくということですね。これだけでいいらしいんですけど、これで、この後は水で流すということですね。こうやって塗って塗って、でちょっとこれ今スポンジ、湿ってます。新品を出したので一応洗ってからも使ってるんで、スポンジ湿ってますけど、これで塗って、これだけで一応水垢が取れるっていうことなんですけど、で匂いはかなりね、レモンっぽいすっきりした匂いはします。でこれ結構乾くん早いですね。でなんか泡っぽいのもなんか出てるし、でこれはアルカリ性なので、水で流すだけだと次コーティング塗るときにコーティングが乗りにくくなったりするんで、水流した後にシャンプーとかで洗った方がいいと思います。それは後で場所移動して、もう一度説明させていただきますが、これで水で流す。結構がっつり水使って流すことを推奨されてます。という感じです。まあ、大まかな使い方はこういう感じで、でこれで、ここにあった水垢とかが一応きれいになってるっていうことなんですけど、これ今もね、この洗った範囲だけが四角く区切れていきます。多分ここですね。こういうふうにここだけがこう水が切れてって、このような感じでコーティングが剥がれたり、あと下処理がされた部分だけこうべっとり水がついて残りますので、効果は非常に高いと思います。ちょっとね、場所移動してしっかり水垢等が取れてるかっていうのもお見せします。では場所移動して、水垢取りをまずやります。ちょっと映っててるのはこれかな。ここですね。こういう感じで水垢がありますので、でこの辺一帯水垢があるんで、この辺一帯に先ほどのクリーナーを使ってみたいと思います。もう範囲狭いんで2プッシュぐらいで、結構他の人の動画また参照してもらうといいんですけど、この商品ちょっといろいろと賛否がありますので、僕はもうこれは書いてある通りに使わせていただいての、まあ、レビューというか、まあ、使用紹介というか、商品自体はね、安くて水垢もきっちり取れると思うので、いい商品だなと僕は思うんですけど、やっぱりそういうちょっとこう塗装面を剥がしてしまうとか、なんかいろいろと賛否がある商品みたいなので、是非他の人の動画も参照にしていただいて、ご購入をご検討いただければと思いますが、まあ、僕はまあ簡単に使えるけど点々点っていう感じですね、印象としては。これでとりあえず水垢が取れるかをまずは見たいと思いますが、まあ、もうさっとでいいかな。そんながっつりこすってもあれなんで、ちょっとここ押しちゃいけの口のとこがあるんでちょっと避けながらですけど、まあ、この辺に水垢が結構ついていたので、これで取れていたら嬉しいなという感じです。ちょっと流します。流してちょっとさっと拭きます。はい、はい、どうでしょうか。寄っていただいて、肉眼で見る限りは先ほどの水垢は綺麗に取れています。大丈夫です。取れてますか取れてるけど、これ何、まだなんか液が、そういうことか。水垢は取れてるんですけど、これ今拭いててなんかこうムラになるの分かりますかね。これ多分ね、その液が残ってるんで、これは一度シャンプーをしてきれいにする必要があると思いますが、まあでも水垢自体はきれいに取れていますので、水垢クリーナーとしてはまず問題ないかなと思います。で、一応コーティング、古いコーティングワックスを剥がせるという商品にもなってるので、この後ちょっとそちらも試してみたいと思います。では最後にコーティング剥がし、試してみます。まず現状がこんな感じで、ちょっと浸水っぽいですけど、しっかりと撥水も、ついている状態になっています。でこの辺りも全部撥水なので、ちょうどここがなんていうんですかね、こう車の形上段になってるので、こっちでいいですか、こっち側をコーティング剥がしします。ちょっと範囲は適当ですけど、この辺りで決めて、で同じくですね、やってみます。まあ、さっきの液の残りがあるんで3回ぐらいプッシュをして、この範囲かな、このぐらいでいきます。ここまででいきます。これでここの段までですね、このような感じで。で塗り方は特に縦横とかなんか円を描くようにとか記載がなかったので、僕はもうざっくり普通に車洗うみたいに塗っています。この、ビバホームで買ったこのマイクロファイバーのスポンジ自体もこうもうスポンジっぽいので、普通にこうやって洗う感じで使わせていただいております。こんな感じで洗って、でこの後ここに関してはシャンプーでちょっと軽く洗わせていただきます。さっとでいいはずなんですけど、ちょっとごめんなさい、ここ範囲はみ出ちゃってますけど、これで1回流します。で濡れた状態で、シャンプーはもう簡単にカインズさんの簡単シャンプーを使いますですね。これは多分ね、この商品はシャンプーしないとアルカリ性、さっきも言ったんですけど、アルカリ性なのでコーティングが乗らないんですよね。そういう話を結構多々聞くので、そのアルカリ、これ今多分何もしなかったらこの表面自体がアルカリ性になっていて、このシャンプーは中性なんですけど、中性シャンプーで綺麗にしないとなんか乗らないみたいな話を結構聞くんで、これで一旦綺麗にします。であと素手で使わないことをおすすめします。僕初めて使った時にこれ素手で使って、指の表面がツルツルになりましたので、肌は弱酸性なのでアルカリ性が混ざると多分指紋がなくなっちゃうみたいです。でもせっかく水で流すんで、このまま撥水を見ていただければと思います。このような感じですね。ちょっとここ浸水ですけど、まあ、水がパーって切れていくんですけど、ここから先はおそらく切れないです。ここが今切れてないので、ここですね。ここで、あ、ちょうどほらこうですね、ちょうどここで水が切れなくなってます。ここだから今べちゃべちゃです。こうやって水、こっちは何もついてないです、水が。こんな感じでコーティングがしっかりと剥がれておりますので、まあでもこの商品は、塗った後シャンプーしてで拭き取って、コーティングをのせてあげるっていうことが必要になりますので、あと注意事項が多いっていうことがちょっと問題ではありますけど、まあいい匂いもしますし、しっかりこのような感じで水垢も取れてコーティングも剥がれているので、商品としては問題ないかなと思いますが、ご注意してご利用いただければいいなと思います。はい、ということでこちらの商品ですね、詳細はこちら側ですねに載せておりますので、ぜひご参照いただきまして、まあ、商品自体ねちょっと注意事項多かったり、賛否は多いかと思いますが、まあ、水垢しっかり取れますしコーティングも取れましたんで、僕自身は別に問題ないかなと思います。ただそれを守ってご利用いただければいいかなと思います。で次回の動画ではこちらですね、これ前回使ったシオラスターさんの同じような水垢クリーナーなんですけど、これ2商品のですね、画面を分割した比較ですね、まあ、どれぐらいコーティングが取れてるかとか、まあ、水垢の部分ちょっと頑張って編集させていただきますので、ぜひご覧いただければいいなと思います。はい、ということで今回の動画はこちらで以上となります。また次回の動画もお楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。